今回はダヴィンチリゾルブの環境設定についてやっていきたいと思います。これまずですね、これ一番最初にやっておいた方が絶対いいです。これやっておかないと何がまずいかっていうと、一つ目に挙げられるのがキャッシュっていうのがあるんですけど、それがこう見知らぬフォルダにどん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 溜まっていって、パソコンの容量が勝手になぜか溜まっていっちゃうみたいな現象が起きたり、あとはあの保存期間、あの保存の設定があるんですけど、その保存がうまくされてなかったりっていうことが、データの保存ですね、データの保存がうまく起きてなかったりっていうことが起きかねないので、最後までしっかり見ていってください。それではやっていきましょう。 Let's go。 はい、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあこれ環境設定をここから開いて、で最初にやっておくべきことが、まずですね、システム、多分皆さんこうなってると思うんですけど、まずメモリと GPU ですね。でこれをまずマックスにしておくといいと思います。でここの自動、ここもこれ結構マシンによって変わるみたいなんですけど、僕はこれが最適なので CUDA のこれにしています。でここは自動で大丈夫です。でメディアストレージですね、ここキャッシュがここ溜まっていくときに、まあ、たまにこう削除するんですけど、キャッシュを。でそこの場所を指定してます。でここは、場所ちゃんと自分で指定してやった方が、こう削除するときにこうどこのフォルダかなって探さなくてもいいので、こうやってこう、自分で指定しておいてください。で次このプロジェクトの保存ですね。でこれ、僕はどちらともライブ保存、プロジェクトバックアップ、これ、どっちもチェックつけてます。10分ごとで、2時間前まで保存で、2日前まで保存で、ここに保存先を指定しております、はい。でライブ保存、これチェックしてしまうとちょっと遅くなるみたいな情報が耳にしたんですけど、よくではないんですけど、ダヴィンチリゾルブたまに落ちちゃうことが、強制終了みたいな感じで落ちちゃうことがあるので、まあライブ保存は、まあ、これパソコンのスペックにもよると思うんですけど、チェックしておいた方がいいかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。これ保存します。でここ次右下の設定マークを押していただいて、でこのマスター設定ですね。でここでまあフル HD、 ここでまあプロジェクトの設定だったりを設定することができます。でここでやっていただきたいのが、プロジェクトの、まあ、プリセットですね。こうプリセットでこう保存できるんですね。でこう例えばフル HD でこう24フレームの、動画を作りたい、まあ、これ今そういう状況なんですが、例えば60フレームの動画が作りたいってなった時に、これ毎回変えるとちょっとめんどくさいじゃないですか。でそういう時にこう、セーブカーレントセッティングアズプリセットって押して、でじゃあ、フル HD 60fps とで押すと、これで今、はい、入ったので、これで例えばじゃあ今変えて、でここから、あ、60フレームの動画作りたいなってなったら、はい、ここでロードプリセットと押すと、はい、60でなります。次ですね、はい。でこちらが最適化メディアレンダーキャッシュっていうものがあるんですけど、これキャッシュを、保存される、まあ、設定ですね。でここが、保存、まあ、プロキシであったりキャッシュファイルの、まあ、保存される場所ですね。でまず、まあ、このキャッシュとはまず何かっていうところなんですけど、まあ、簡単に言うと、動画をこうスムーズに再生するためのものですね。そのスムーズに再生するには、こういうフォルダーに、どん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 、データが溜まっていきます。やっぱりデータが溜まっていくとちょっといっぱいになってくるので、削除をたまにしないといけないんですね。でそういう時にこのキャッシュファイルの場所であったり、プロキシの場所であったりっていうのを、こう把握、自分で把握しておくことで、いつでも気軽に削除できます。ということで、まあ、ここでまず自分のキャッシュファイルの場所であったりを、選んでください。次、はい、最適化メディア&レンダーキャッシュで、で、
僕 Windows なんで DNHR HQX とか DNHR と出てるんですけど、 Mac の方だと ProRes422LT っていうのが、いいと思います。この HQX HQSQLB って何かっていうと、ちょっとテロップで出すんですけど、まあハイクオ HQX がハイクオリティ12ビットで、この DNHR ハイクオリティっていうのが、8ビットで、 SQ がスタンダードクオリティ、 LB がまあ、ローバンドウィズ、うん、なんだよこれとなりますよねそれは。でこれはまあハイクオリティっていうので、まあそのままなんですけど、こう画像をこう生成していってくれる。でこうスタンダードとか、まあこのローバンドウィズっていうのは解像度落ちちゃいますよっていう感じなんですね。まあ、これでもパソコンのスペックによると思うので、人によりけりっていう感じなんですけど、僕はちょっと、まあ、パソコンのクオリティはそこそこあるので、このハイクオリティでやってます。ここは、人それぞれで選んでいただければと思います。ということで、はい、今回、最初にやるべき環境設定ということでいろいろ説明させていただいたんですけど、まあ、ここ結構大事なところなので、ぜひ皆さん設定してみてください。はい、それでは、まあ、今回の情報が参考になれば、幸いです。それではまた。